お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュララやっていくんですけど、今日はね、このホグデッキを紹介したいなと思いますって言って、多分前にも紹介したことあるんですけど、ちょっと今、マルチをこのホグデッキでやって、意外とね、調子がいいので、ホグ動画が増えるかもしれませんというわけで、やっていくんですけど、マジアチャーの枠はロケット星でもいいです。ぶっちゃけロケット星で、一回77行ったんですよね。なんですけど、ちょっとヤナメが多かったり、いろいろあって、はい、こっちの、またマジアチに変えました。ラット赤とマイク赤、2赤77行って、そう、これ多分萌え子の中でも言ってるかもしんないんですけど、77行って、両方同じトロ行ったんですよ。7703かな、はい、両方全く同じトロまで行って、で、一つの赤がマジアチャ型、一つの赤がロケット押し型で行ったんですけど、こっちがロケット押し型で行ったのか。なんすけど、ちょっとヤナメがね、多くてね、サクッサクってこう、胞子がやられてね、ちょっと萎えたので、僕はマジアチャにしましたね。結局、なんかマジアチャの方が使ってて、楽しいな、ロケットの胞子もなんですけど、まあこのホグだと意外とマジアチャの方が、個人的には使いやすかったのもあるかもしれないですね。というわけで、やっていきます。で、大切なことは、とりあえずマジアチャを出さないって感じですね。とりあえずマジアチャを出さないって感じですね。居酒屋行って、じゃあとりあえず枝豆でも食べとくみたいな、そういう感じでマジックアチャを出すのはよろしくないですね。相手のユニットをしっかり回収するときとかに、出していくイメージですね。説明下手かって感じなんですけど、非常に。相手これ多分、ベビードラトルネとかですかね。トルネ。で、ムーズ残してくる。で、こういう、そうですね。こういうところで、マジアチャを出すイメージですね。あべ。あー、アイゴレそっちに行く。え？うまったまたまだけど、うまもうだって、おいしいおいしいおいしい。これだってもう、端前ミリピ、端前ミリピ。端前ホグでもいい。ホグでもいい。ホグホグホグ。ホグ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 。ホグ、間に合い。トルネだって間に合ってなくね。間に合う。やば。AM 良すぎだろ。天才か？ナイト？スケ？ウッディ。遅延ホグロケっすね。遅延ホグのロケットか。なんで、ホグに対してミニペッカ構えとけば、ホグのダメージを伝えられて、僕がマジアチャですね。この相手にはマジアチャ左後ろから出してもいいと思いますね。なぜなら、相手が、なんて言うんすかね。ちょっとむずいですけど、まあ、一旦出しますが、出さない方が良かったかもしれない。まあいいや。とりあえずね、もう攻めちゃいますね。一回攻めつつ、ロケット今ないターンなんでね。気持ちクエイクまで打っちゃって、OK、アイス字処理できて、OK、いいですね、いいですね。もうコウモリ。で、逆サイホグがちょっと怖いですね、非常に。ミニペッカもあるでしょ。ウッドいらねえな。ウッドいらねえな。何人にも当たってねえ、俺。ウッド、相手のウッドはただの紙ウッド。さあ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 、これ、取れないって回ってないよね。ぶっちゃけ、ぶっちゃけるとね、回ってないですよね。まあ、こういうデッキの強みは回転が速いっていうところですね。さあさあさあ。で、今相手ロケット打ったので、ここはね、相手のユニット目なので、マジアチャで回収していきますと。で、いつかね、ムートホグとか来そうなんですね、僕の。ね、記憶、なんか思い的な部分では。ああ、いや、これはちょっと1億円くまで打って。これムートに、ムートから行け。タワーダメージワンチャン？やべえ、なんかめっちゃいるんだけど。うっぜえ、あれ。これよくないっすね。はいはい。で、まあ、ワンチャントルネも怖いので、ミリペで抑えて。ああ、やべえ、結構入りますね。結構入りますね。クエイク打って、で、キング起動してないのが非常にね、助かりますね。キング起動しちゃった。相手もやっぱうまいですね。で、ことはマジでちょっとうざいので、微妙延命して、で、次からケツマジアチャをするのは良くないですね。あれが回っちゃうので。ロケットか。クエイクまで打って。いや、スケがね、相手のデッキ結構嫌っすね。オッケー。お？殴る？そっち？そっちじゃねえんだよな。まあ、ですが、これはコウモリで無双できます。一回、ホグから溶かしちゃって、ホグから溶かしつつの、マジアチャ微妙に延命してね。いや、うまい！うまい風になっちゃったよね、今。あ、処理される。まあ、アイゴラホグクエイクとかいいんじゃない？で、ワンチャン、警戒してるか。さて、やばい。ですが、
なんか耐えれそうだよね、ぶっちゃけ。だからホグから処理してあげて。オッケー、危ねえ、待って、ロケットロール。待って、ナイト、お前、待って。危ねえよ、ナイト。ナイトを、ワンチャン殴ってたら落ちてたかも。2号機ギリないかな。危ねえ。あと2発でしたけど、ちょっと危なかったですね。はい、って感じで、相手が遅延ホグですか。珍しいですね。遅延ムートホグ。スケ、ちょっと強そうでしたね、相手のデッキも。ホグ今多いんですよね。あの、僕が使っている、こう、ミニペッカのクエイクホグ。と、あとは逆にボムタワー入りの、なんか、バルキリーのクエイクホグ。と、まあ、あと 2.6 ホグ。と、相手の今の遅延ホグ。とかかな。だからホグ結構今いますね。そう、ホグ環境かっていうぐらいいる気がしますね。あとはなんだろうね。ラバルが多かったんですけど、ラバル消えましたね、一瞬で。なんかちょっと減った。ディアブーム、これラバルか、チェーンスケラかな。サッカーボーラー、チェーンスケラーだった気がするんですけど、ミスターサッカーボーラー、うーん。マジチェーンスケラーだった気がするんですけど、思い出せないですね。で、チェーンスケラーに対してはミリペッカーをたくさん割いていきたいですね。はい。そうですね、ミニペッカーを非常にたくさん割いてきた。相手はナイト、タルババ、ボムタワーぐらいしかミニペの剣がないので、まああとはとりあえず適当にホグでも飛ばしますか。でトレネされるのでコウモリ追加して、まあアイスイーズ引き出させて、おー、ボムタワーか。ここ1回スケで2回受けつつ、アイゴールできるでしょ。微妙にうまいよね今の。さあ、パフで一発も殴んない。いてーよ、一発で。相手の問題はスケルトンラッシュはどう抑えていくかっすね。あれ、トレネも使った、全部使った。さてはこれ、何も回ってない。休み待ちやちゃしてー。めっちゃしてーよ、これ。一回我慢しますね。で、まあ、ポイズン使ってくれよぐらいな感じで。まあ、使うと相手は結構ね、危ないんじゃない？それ。ボムティーか？使ってきましたね。ボムタワーを使ったということは、次のね、Y のホグライダーを相手はどうやって止めるんでしょうかっていう話なんですよ。トルネードで止めるよねっていう話なんですよ。うん、邪魔だな、あれ。処理します。で、ここは、まあ、トルネードが来るよね。これ、たまたまホグ飛ばしたら、タルババもダメージ抑えられてラッキーみたいな、まあ、トルネーですね。今んとこ悪くないって感じですけどね、ぶっちゃけ。うん。で、これちょっと、あの、アイゴルミーペイで組んでね。これだけでうざいよねっていう。そう。暇なんでクエク削りでもしましょうか。暇なんでね。暇だとクエク打っちゃう癖僕あるんですよね、非常に。あんまりいいかわかんないですが。そう。スケラ打ってくる。打ってきたら、速攻処理して、このね、縦を溶かすのが大事っすね。コウモリとかスケラボーイに先がちなんですけど、今これ、ほら、スケラ、オッケー。これだって警戒できてないでしょ。絶対、オッケー。あ、待って、お前、残るよね。ナイス！あー、戻ってくる？戻ってこない。オッケー。あー、耐えるでしょ。そう。これはまあ、クエク打っちゃって、このタイミングのフグ飛ばしつつ、この遅延効果で。あ、待って、トルネで。あはー、下手くそだったー。そう、これは、これまた同じですね。アイゴルコウモリで、速攻ベビとかして、これしちゃえば別に、スケラーそこまで入んないんでね。ぶっちゃけね。あ、でも、間違えちゃう。あ、ベビが。いて。ベビー、やべ。ちょっとやべ、流れが違う。俺の思ってたん違う。もっと余裕に勝ちたい。はぁし、怖いですね。非常に怖いです。まあ、ここアイスイーズ咲いてるので、アンパイ飛ばしつつ、まあ、クエイクムっていいですね。削りっすね、もう。で、ここちゃんとね、延命します。これ大事。ちゃんと延命する。さあ、クエイクでダメージ稼いでいく。オッケー。いいね。マジックアーチャー、非常に。で、まだ削りっすね、こんな。やべ、これやべ。おー、やべ、何も出してこんやん、相手すげえ何も出してこんじゃん。相手何も出してこん、マジ。
やべ、ちょっと待って。やべ、待って。違う、俺の、待って。危ねえ。いて、やめろやめろ。手出すな。チョック出すな、お前、ベビドラ、ベビドラマジ嫌い。俺怒る。ボムダの1。オッケー、ワンチャル。入る。入るんじゃない ?M して。M できない。だから俺は、待って、犬くの減った。犬く角度減った。待って。ないと。もう回転、ゴリ押し。ゴリ押し。もうね、もう僕のスクラの方が、スクラじゃない、あれの方が早い。待って、他入るんじゃんこれ。入った。ドン。しかも、聞いてみんな、相手のトロ、たっけえな、サッカーボール。なんか、サッカーボールついてる人は結構いますよね。謎にサッカーボールよくいるイメージがありますね。さあ、という感じで、たまたま、とか、いい感じにトルネ2連続引いちゃってますね。さあ、最後も勝ちたいと思います。コウリのね、使い方をね、マジで覚えてほしいですね。こう、もう、すぐですね、スケラ打ってきた瞬間に、縦止めて、なんか縦を止めつつ、その後ろからコウモリで速攻殴る。まあ基本的にベビーだと思うんで、ベビーを右側にあぐれ出して、左側にコウモリ出して速攻溶かすみたいな。だからスケルトンラッシュ、そう、なんか今までコウモリを普通にスケラ防衛に使ってて、まあポイズン打たれて、頑張ってユットで防衛して、で、アイゴレとかユニットで、ま、ベビドラ耐えてとかだったんですけども、違うんすよね。そう、もう、速攻縦を溶かすっていうのが大事ですね。で、あともうマジアチャとか、マジアチャ最後出してなくても、もうウッドとスケとか、なんかその辺で、なんか耐えられちゃうんすよ、意外とね。なんで、縦を皆さん、溶かしましょう。って言ったところで、ラスティングマルチベイビー、行きたいなと、思います。ふぅ。もうマッチング時間カットするのめんどくさいんですよね。なので、本当に話すことないな。この前バスケしに行ったんですけど、マジで。家から前600メートルぐらい離れてる公園にバスケットゴールがあるので、バスケしに行ったら集団がいたので、速攻を諦めて帰って、で、それ昼に行ったんですよ。1時とか。でも僕、どうしてもバスケしたくて、その日。夕方5、6時にもう一回行ったら、その集団まだいて速攻帰りましたね。もうマジで悩ましたね。本当にもう、公園見えてきたなぁ、人一票おるわ、はいバイバイって感じで速攻帰りましたね。マジでなんか思い出すと気分悪くなってきましたね。さあ相手これジャイスケラっすね。この相手のデッキは分かってて、山美雪なのでマジックアーチャー出してきますね。ミニペ、ジャイミニペスケルトン部隊、そうなんすよこの人。そうなんすよねこの人。しかもこの人結構うまいんですよ。そうなんすよね、マジ。待って、やばい、いろいろやばい。待って、あ、終わった。こしたらです。うわぁ。なんか持ってねえ。うわ、待って。うわ、待って、なる。ないっぽいよーとか言ってる場合じゃねえんだよ、本当に。誰だよ。やばい。待って、今なんで？すげえ！スケクッションしてくるの、スケで延命してくるの分かってのコウモリだと思うけど、スケ、なんで？ミニペッカー？なんで？ちょっと待って、やばい。落ち着け。ジャイスケラで、これ真ん中、ジャイからのキングスケラも怖いんですよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ怖いんですよね。これ多分なんかで延命来ないかな。おー、まあ、ジャイで延命、さすがにね。これ急いで溶かして、で、スケでこう延命して、ここ延命したいですね。ここ延命できると、相手はこのマジックアーチャーとミニペックを普通に嫌だと思うので、オッケー、いいね、いい抜き。彼のコウモリとスキャミしかないから、いいね、ウィーね、来たー、もう一発、厳しいな、ラットっていうコメントありそう。さあ、とりあえずね、まだ可能性ありますからね。相手、うわーですよね。まあ、この状況でキングに来るのは、まあ、一番正解まであるっすわ、ぶっちゃけ。で、これミニペッカで殴ってくるんですよね。このマジックアーチャーは僕の。僕のマジックを、違う、キング対決すんの俺と。やば。やば。しかも絶対防衛うめえもんな、こんなん。で、真ん中じゃいか。ああ、ですね。待って、やべ。いや、待って、溶かせ、縦を溶かせば全てなんとかなるって言ってた。オッケー、耐えた。いや、耐えたぞ。耐えたんだけどさ、どうするこれ。みんなどうする。スケルトン部隊。おい、作る。
これ皆さん、僕にはね勝利プラン見えました。いや見えてねえなこれ、待ってこれぶっちゃけ。お、待って、たまたま当たってる。うん、スケートの舞台か。あれ、あ、許容、うわ出た許容、うわーうまい、その許容、嫌だ嫌だよ、あとちょっとなのに。あー絶望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 、何もしてこないで俺に。俺、あ、でもなんか耐えれそう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 。オーク、マジアちゃん残る、マジアちゃん残る、ワンチャンワンチャンねえのかなこれ。すごいありそうなんだよねマジで。諦めたら試合終了ですよ皆さん、知ってますかその言葉。オッケーオッケー、おー、ワンチャルワンチャル、マジでワンチャル、ワンチャルワンチャル、ミニペックこの辺に来るでしょどうせ。こいこいこい、おー、頑張れ頑張れ、マジでちゃん、お前ら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 、革命起こせ革命軍。あー、終了のお知らせ、ラット死亡のお知らせが来てます。わ、しかも真ん中かよ、普通に普通に真ん中かよ、なんやねんそれ。まあ俺は耐えるけどね、俺はまだ耐えるけどね、ぶっちゃけぶっちゃけ耐えるけどね、耐えて、いやー頑張れ頑張れ頑張れ、いけるよ。だからどうする、だからどうする、うん、いや削り切るの6つこれ。いや、え、ぶっちゃけあると思いません、俺だけなのかな、まだ勝利諦めてないの。うん、ぶっちゃけないのかな。え、ミニペ、あ、ん、ちょっと待って、あ、待って、お願い、もうちょっと待って。あー、まああれっす、最初マジでそんなことあります。じゃあ一瞬見ていいですか皆さん、あの僕ちゃんとスケクッション挟んだんすよ、ちょっと横にミニペック来るようにね。マジでお願い、本当にあれだけはねもう気に食わないっすね、マジでぶっちゃけぶっちゃけ気に食わないっすよね。これこれこれ、いきます、はい、行きました。僕スケちゃんと出してますからね、からミニペック出して、あれか、あ、え、スケスケスケ、あーちょっと遠いんだこれはね皆さん、僕が悪いっすわ、はい。これは普通にミニペに当てとけばよかったかな。いや、マジで持ってないですね。あれなければ、ぶっちゃけ勝ててたと思うんで、はい、実質、なら戻ってましたからね。はい、というわけで皆さんもああいうミスしないように気をつけてください。では、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。